時空の広場から見た大丸梅田店大丸梅田店は大阪府大阪市北区梅田三丁目にある大丸松坂屋百貨店が運営する百貨店である大阪ステーションシティのサウスゲートビルディング内に一致しているまた JR 大阪駅に直結しているターミナルデパートである阪急百貨店阪神百貨店と共に梅田地区を代表する百貨店である 1983年、大阪駅、ビル、アクティ大阪内に開店した。この時の店舗面積は4416平方メートル。大丸のマークはかつては丸に、大のマークだったが、梅田店開店の時に、現在の孔雀の羽をイメージしたマークに変わった。また、大丸はかつて水曜日定休が原則だったが、梅田店については、火曜日を定休日にして、 梅田店と震災橋店の少なくとも、どちらか一方が営業するようにしていた。2011年に大阪ステーション式再開発に、伴いアクティ大阪は増築され、サウスゲートビルディングに改称された。この際、大丸の店舗も増床され、2011年3月から順次増床部分が開業した後、同年4月19日のグランドをオープン時には、既存部分と合わせて、 6万4000平方メートルとなった。サウスゲートビルディングの地下2階から15階に入居している。J フロントリテイリングが進める新百貨店モデルの集大成となり、ポケモンセンター大阪、トミカショップのほか東急ハンズやユニクロなどの大型テナントも出展している。増築部は2011年3月2日の7階部分から順次開業し、 同年3月16日に東急ハンズを除いた増商部が全面開業、そして同年4月19日に東急ハンズを含む全館がグランドオープンした。リニューアル後はポケモンセンターやトミカショップ、東急ハンズがオープンしたことでファミリー層や男性の客足が伸び、2011年8月には売上高が前年比89.5%増となった。 ありがとうございます。